はい、皆さんこんにちは、フラワーティーズシェフです。今日は僕が主催を務める N フラワーデザインスクールの本部講習会が横浜で行われました。今日のテーマはこのスモークツリーを使ったアレンジメントということで、まあ、このスモークツリーに、まあ、こちらにある、ね、花材たくさんあるんですけれども、まあ、この辺サンゴとかね、この変わった色のリンドウとかサンダスモとか、まあ、アワとかゴッホのヒマワリとか、まあ、いっぱいあります。この中から自分の好きな花材を自由にこう選んでアレンジメントを第1作目は作っていきます。第2作目からはね、このスモークツリーに限らずこちらのある花材を使って自分の好きな花材をチョイスしてどんどんこう作り進んでいくのがうちの講習スタイルです。その中でね、やっぱりこう第1作目のこのスモークツリー、このスモークツリーをどう使うかによって、まあアレンジメントが決まってくるんですよね。スモークツリーをね、こうどう見せるかについては、今日の講習テーマになりますので、会員さんはね、会員サイトの中で、ぜひご覧ください。会員サイトで僕がちょっとより細かく説明をしています。一般のね、この YouTube のフラワー TV の、視聴者の皆様は、今日こちらで作った本部講習会の素晴らしい講師陣、それから会員さんのね、作品を皆さんに一挙公開しますので、そちらでお楽しみください。ではゆっくりとご覧ください。どうぞ。はい、今日の作品はいかがだったでしょうか。多分ね、皆さんのこれは素敵とかあれは素敵だったっていうような作品が、2つや3つは必ずあったと思います。そしてそれはね、まあ、それぞれね個性が違うから好きな作品っていうのはおのずとこう変わってくるわけですけれども、ですからこの講習も一緒で、それぞれ生徒さん会員さんに合わせた講習を一人ずつ違った講習をしていかなければ絶対にこう伸び悩んでしまうんですね。それができるのが、このそれをできるというかそれをしていくのがこの N フラワーデザインスクールの講習方法です。ですからお花を楽しんでどんどん上達したいという方はぜひご入校ください。よろしくお願いします。で最初に言いましたけれども、会員さんは会員サイトで、ぜひねこのスモークツリーの細かい説明を聞いてください。まあ、この時期しか出ない枝物ですので、ぜひこの時期に覚えておいてくださいね。また来年ねこの時期になったらこのスモークツリーが出てきますから、その時にはぜひこう来年去年のことを思い出して実践をしてみてください。まあ、今年実践してももちろんいいです。ではぜひより良い講習に役立ててください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。スマートフォンやタブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。また今日の作品の中で一つでもいいなと思ったものがあった方はグッドボタン高評価をお願いいたします。あと一つ皆さんにお聞きしたいんですけど、皆さんはねどんなお花が好きですか。好きなお花をとにかく何でもいいから下のコメント欄に書いてください。またそのお花を使ってね次の動画を作っていきたいと思います。ではまた次回楽しみにしていてください。よろしくお願いします。